二十四節気当時の日の太陽光の当たり方。当時では太陽は南海気線上にあるため、北半球では昼が最も短く、夜が最も長い当時は二十四節気の第二十二。天文、平気法、周忠市では第一となり、歴法上は当時で一年間の絵とが切り替わる。北半球ではこの日が一年のうちで最も昼の時間が短い。 11月中。現在広まっている定期法では、太陽光景が270度の時で12月22日頃。平気法は石器を当時からの経過日数で定義するが、起点となる当時は定期と同じ定義である。定期と平気で一致する唯一の石器である。暦では、それが起こる日を当時とするが、天文学においては、太陽の死光景が270度となる瞬間を、 当時と定義している。この場合、当時の瞬間を含む日を当時日と呼ぶ。期間としての意味もあり、この日から次の節気の召喚前日までである。北半球では、太陽の南中高度が最も低く、一年の間で昼が最も短く、夜が最も長くなる日。歴敏乱では、日南の限りを仰て、日の短期の至りなればなりと説明している。 太陽の動き周分から春分までの間、北半球では太陽は真東からやや南寄りの方角から昇り、真西からやや南寄りの方角に沈む。当時の日にはこの日ので日の入りの方角が最も南寄りになる。また南海域線上の観測者から見ると当時の日の太陽は正午に天頂を通過する。当時の日には 北緯66.6度以北の北極県全域で極夜となり、南緯66.6度以南の南極県全域で白夜となる。なお、一年で日の出の時刻が最も遅い日、日の入りの時刻が最も早い日と当時の日とは一致しない。日本では日の出が最も遅い日は当時の約半月後の1月上旬頃であり、日の入りが最も早い日は 当時の約半月前の12月上旬頃である。古くから中国では当時を含む月を小月と呼んだ。小は十二子の一番目であり、新たな生命の主が宿る時とされており、旧命が滅ぼし、新種が宿るため、小は十二子で唯一消滅同婚、新旧同婚の種となる。時刻に関してもこの時刻は23時マイナス0、59? となっており、 旧から再来と切り替わることを意味する。集大では、当時の日を新年とし、小月を一月としていたが、関内に王朝が変わると夏暦読みが、再び使用されるようになり、正月が虎月立春に移動し、虎月を一月とする夏暦読みが二千年以上も続き、現在の中国でも夏暦読みが使用されている。一洋来福とは、当時を意味し、新年の到来。 悪いことが続いた後で幸運に向かうこと、陰気が極まった後に冬至を境に陽気に向かうことを意味し、陰暦10月は羊猿家、11月はまた家にあたり、影ばかりの中に火が戻ることになり、また家とは冬至のことである。冬至は1年間で太陽の位置が最も低くなる日であり、1年間で日中が最も短くなり、冬至を境に太陽が生まれ変わり、 陽気が増え始めるとされている。天文や二十四節気の平気法では当時を一年の起点としている。この時刻は二十三時マイナス零、五十九となっており、二十四節気を二十四時間上に例えると、小月にある当時は零時の置となり、次の年への移行を意味することになる。物理上は、一年間の絵とは当時で切り替わることになる。天文的な物理上は、 24山も考慮した上で12、死を12年周期で見てみると、新たな12年周期に完全に切り替わるのは、寝年から牛年へ移行するときの当時であり、以下の手順が理由として挙げられる。井戸市から寝年に移行するときの寝年の当時は、12年間を24時間の時刻に例えると23時となり、その時点では未だに92年周期。 12年周期のスタート地点の0時に位置する時期は、寝年の馬ま月の下旬となるが、寝年の1年周期が、上期の92年周期の23時で始まり、92年周期の影響を含んでいるため、まだ完全には、新12年周期へとは移行していない、ということになる。そのため、寝年から牛年に移行する当時で、92年周期の影響が完全になくなり、完全に、 新十二年周期に移行するということになる。旧十二年周期の影響が完全になくなる、牛年へと切り替わった当時を起点とし、完全に新十二年周期となる。早見表当時には、カボチャの煮物を食べる風習がある。日本には次のような風習がある。またこの日には、以下のものを飲食する風習がある。中国北方では餃子を、 南方ではタイユアンを食べる習慣がある。また、この日は、家族団らんで過ごすという風習もある。当時には、太陽の力が最も弱まった日を無事過ぎ去ったことを祝って、世界各地で、当時祭が祝われる。クリスマスも、イラン発祥のミトラ教の当時祭儀やドイツ北欧の、キリスト教以前のゲルマン人の当時祭が、キリスト教と混交してできたものである。古代には、 当時を一年の始まりとしていた。近世語で当時を当の正月というが、これは中国で当時を元旦としたからである。その名残で、現在でも当時は、暦の基準となっている。中国や日本で採用されていた、大陰太陽暦では、当時を含む月を11月と定義しているが、19年に一度、当時の日が11月1日となることがあり、これを、昨秋ら当時という。 退院対応歴では、19年間に7回のウルーズキを入れる周期を、章と称し、古い章から新しい章への切り替えとなる年を、新しい章の最初の年という意味で、章首と呼んだ。章首の年にはまず前の章の締めくくりにあたる7番目のウルーズキを迎え、その後に到来する、その年の当時をもって、新しい章の開始とされた。そして、 その小首における当時の日は必ず1日短当時となるように歴法が作られるのが原則とされていた。佐久明当時が正確に19年周期で訪れることは19年7の売る原則に基づく暦が正確に運用されているということである。暦の正確さは政治が正しく行われていることの証であるとして佐久明当時は盛大に祝われた。中国では 古くから行われ、659年に、たまたま剣道士が、唐のと、落葉に滞在中で儀式への参加が許されている。日本では、東風儀式の取り入れに、積極的であった、桓武天皇の784年に、初めて儀式が行われた。なお、11月1日はもともと翌年の暦を、天皇に送信する、御歴相も行われていたことから、 非常に盛大な行事となった。ただし、破傷法を採用している小読みでは19年7、ウルーが守られない場合があり、その場合新しい章の最初に、佐久秋当時が到来するとは限らず、逆に章の途中でたまたまついた当時が到来してしまう事態も生じた。日本では、このような状況を放置することは、不祥として小読みを人為的に操作して、 昨晩明当時を到来させたり、回避させたりすることが行われた。なお、後には、朝の最初以外の一日担当時も祝われるようになった。なお、1768年の降格天皇の時に、昨晩明当時の儀式が行われたのが最後であり、次の1870年の一日担当時の際に、明治政府は古い印習として、以後こうした儀式は行わないこととした。 近年の1日短当時は1976年1995年2014年であり、その次は38年後の2052年である。2014年の19年後である2033年が、昨秋ら当時にならないのは、そもそも当時を含む日と1日を含む日が一致しないことが原因であり、旧暦2033年問題とは関係がない。 当時の期間の72項は以下の通り。定期法による当時の瞬間と日本、中国での当時日の日付は表の通り。日本における時刻はこの表の9時間後となる。グレゴリオ歴による17世紀から24世紀までの日本の当時は表の通り。2021年の当時は12月22日。365日からの超過分が毎年蓄積し。 4年に一度巡年でリセットされる様子がわかる。1956年から2202年までは12月21日か12月22日だが、1955年までは12月23日もあった。大雪当時召喚。ありがとうございます。